六角氏里は、高原武漢の著者とされる人物。六角氏着流の六角義号の着難であり、母は、織田秀信の娘。別名に兵部。印は、高原秋流であると称している。通説では、儀書作者である、沢田玄内が称していた名前とされ、経図類や、高原武漢で称されている経歴は、正しいと見られていない。漢文頃には、神戸農房が、 遺跡において、宇治里雲母の霊しその子孫、義作公、源の武官、天津歳今世三十巻の大経図としており、この頃には六角宇治里を称した人物が存在していたことが示される。上京年間頃には六角表部、宇治里の筆による六角死刑図が作成されている。加賀藩史佐々木忠氏は、宝永五年の佐々木市にせ、草において、 六角兵部宇治里を称する沢田武兵の子が京都で中塚佐大輔の関東を称して六角氏に関わる二世伝をルフさせたとしている。竹部立明はこの宇治里の通称が源内であったとしている。源7七年六角義郷の初めての子として生まれる。幼名は祖祖父六角宇治綱にあやかり龍武氏。母親は織田秀信の娘で、 和田孫太夫が大阪で盗み取り、百姓に育てられていたところを義合がめ取ったのだという。現那九年九月開日には、愚形と無双国史の後短年代について論じ、当時信じられていた説の誤りを正したという。また、佐々木六角氏の政党として、佐々木氏本家系図、近礼の巻を所持、四位の位械を持ち、小水の天皇から印象伝を許されていたともされる。 京極氏が所蔵していた、京極氏過信房覚書罰水によると、老人でありながら4人以上のものにしか許されない、白子袖を着用していたため、天下年間に京都書次第、稲葉正則の取り調べを受けたことがあるが、家電の英文人ご免許について、言及、実物も持参し、堂々と返答して事なきを得たという。稲葉は、この件について、丸亀藩主、 京国高豊に書状を送って紹介し、六角兵部というものなら知っているとの回答を得ている。また宇治里に実施がなかったことから六角家に代々伝わる家宝七品を高豊に送り、高豊の子を迎えて後継者としたという。京国高豊とは、この一件以降信仰が深く、宇治里は京国家から合理起源を受けていたとされる。なお宇治里は、 京国からの養子縁組前にも養子を迎えていたといい、同じ宇田源氏の道情家である二畑家から庭田、正澄の子、十条がそれである。ただし十条は、実刑、正秀が病弱のため二畑家を継ぐため養子を解消したという。その後も畜前黒岳八和の神池に家宝を譲渡し、後継者を得ようとしたが、成功していない。その、高豊の子を養子とした三年後に、 宇治里が丸亀を訪れた折には、彼を、京国家一門として三千国を救し、丸亀に迎えようとの話が出たといも言われる。葉隠れ文略においては、鍋島直重が宇治里を六角氏の政党として認識していた発言が記載される。在野の歴史研究家、佐々木明は、これらの資料から、当時の人々に宇治里が六角氏政着として認められていたと主張している。 元禄6年、死去、去年73、砂崎神社所蔵、佐々木啓図に管理が記載されている。なお佐々木は、宇治里と同一人物とされる、沢田玄内に対し、砂崎神社所蔵、佐々木啓図において、万事3年に没した、沢田5十のことで、六角宇治里とは別人としている。この没年に従うと、宇治里と玄内は別人となる。 六角義号の子孫と称する六角厚氏衆は1768年に滝口武者に任じられ沢渡守るにまで昇進滝口六角家として幕末まで存続した厚氏衆の子厚志義は五線工具部職名称を表し学者としても名を成したまた娘婿である石有馬十宮尾の子孫に石六角十人がおり天明年間古法貧乱 失意心はなどの著作を残している。また、郷土視野の田中正造は、大見源時代二巻で溶接した宇治里の光景として、石関家のこの絵師の着難を養子として迎え、なお、義弘と改め、佐々木を継承しているとしている。ありがとうございます。